とりあえず、これじゃあ釣り竿を使って、ここになんか絵馬を捨てるっていう文化があるんだけど、なぜか取れるのは袋なんですよね。これ袋開けらんないのかな、これ。これが絵馬なのかな、もしかしたら。おお、すげえ、すげえ。成宮いつきさん、青木たいやさん、配信活動頑張れますように。あ、こういう、今一番輝いてる VTuber、青木たいやさん、収益化できますように。協会さん、リスナーのみんなと結婚できますように。タバコでも吸うかな。 こういうね、詐欺師みたいな、まあ、こうね、発言って大事だからね、洗脳作業に。ホラーゲームでたくさん絶叫できますように。塩タン、闇の衆がもっと広まりますように。闇の衆、皆さんが田の山を読めるようになりますように。田の山、健康第一、畑羽ネズミさん。なるほどね。というような、まあ、フィクションなんだろうな、きっとおそらく。最近ではもうゲームにもこうやってさ、出てきて、みんなが、認識してるからね、やっぱりね。配信者とかっていうのね、やっぱりね。で、どうしたらいいんだろうね。これで、ここには、これもしかしてさ、あれじゃない？もう一回釣れんじゃねえか、これ。え、本当にいる人なの？これ。本当にいる人？本当にいる人なの？まさか。そんな、VTuber っていう文化まだないよ。このゲームの中には。あれだよ。そういう、あれだろ。は？マジで言ってんの？みんなが、手うがしてくれますように。金運上昇、いろんな人の絡みが増えますように。狂気発在、ミックス師になれますように。 3D ライブができますように。あ、これ待って、レトルトさんじゃん、これ。本当に？白飛びして見えねえわ。俺を見つけた人が気まずくなりますように。レトルト、好きを全力、なんちゃらして実現できますように。だって。ああ、なるほどね。これ全部あんじゃねえか、これ。これでし、ん？なんか今。これ全部やったらなんか出てくるのかな？これさ、なんか俺、実在する人であるんなら本編と関係ないような気がしてきたわ。これあれじゃない？ただのやり込み要素っていうか、そんな感じしない？これ。そうじゃない？これ。みなかみ、ガッチマ、拙者が驚くゲームが出ますよ、出ますように。本当はめちゃめちゃ、あれなんじゃないですか、やっぱり。怖いんじゃないですか、実は。そんなことないですか？もう驚けなくなってません？驚かない。活動をしていたがあまりに。そんなことないですか？めちゃめちゃ終わった後、ビビったりしませんか？そんなことないですかね？マンズゴリだって。まあ、多分これ関係ないんじゃない？これ一回全部やってみっか。全部見れねえよ、俺。俺もしこれに、こうやって、ねえ、お金出資して出させてもらえるんだったら、なんて書こうかな、この時。なんて書こうかな。やっぱり、なんだろうな。ボケないとダメかし、やっぱ。エマに、エマに、意味はないかな、やっぱり、そうすると。って書くしかないかもしれんな。やったことねえわ。
どうするかな。エマしたことあるみんな。いや意味っていうか、それあれね、あのこれあの全員を指してないからね。そう、俺はやらないよって話です。エマ別に。そうそう。そういう意味での、こういうの TPO とかさ、5W11 で言わないと勘違いされるからな、これな。でもね、おみくじは好きなのよ。おみくじはマジで好き。パチンコやってみてね。なんかそう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 。おみくじはちゃんとさ、金払ったら結果が返ってくるからさ。うん。エマはさ、結果返ってこないじゃん。だからさ、おみくじはすごい好きなんだよな。みんなでせーのっつってさ、はーいって出しちゃったりしてね。あの一番嫌なのが中吉ね。もうむしろ今日の方がまだいいっていう。中吉が一番、しょっぺいからな、ほんと。大吉か今日じゃないと。まあ、末吉か。あ、末吉とかね。吉はまあ、まあ、あれだよね。大吉、吉だよね。順番的には。大吉、吉、中吉、小吉、末吉かな？確か。そうだよね。いや、俺はね、あれしたけどね、国家試験の受験の時さ、浅草、浅草寺で、ちょっとごめんね、タバコが壊れちゃった。浅草寺でさ、おみくじ引いたんすよ。そしたら、あれだったよ、今日だったよ、俺。しかも、大凶だった気がするわ。でも、受かったよ。そうそうそう。ちょっと嬉しかったもん、しかも。大凶なんて、逆にラッキーじゃん、と思ったよ、俺。これこっちか、こっちか。本当に意味あんのかな、これ。すげえあれだったけど、なんか両親と言ったんだけど、両親はめちゃめちゃ悲しんでた。で、お祓いしてもらおう、絶対受からないってばって。受からないよって。国家試験が3月にあるんですよ、当時はね。今は違うんだけど、俺の時は3月にあって、で、就職して1ヶ月後に国試の発表だったんですよ。看護師さんとか医者は就職する前にわかるんだけど、めちゃめちゃ辛くない？それ。就職した後に国家試験の発表があって、マジかってなって。働いて落ちる人もいたわ。で、それでどうするかって言ったら、辞めるか、バイトとして、なんか助手として働くか。で、全部やったけど何も意味なかったわ。みんなの知ってる人いる？おう。ムニアとかハンジョとか、いるかな？これ。順調は絶対こういうのやんねえだろ、多分。ねえかな？いねえか。さすがに。やったんだ！あ、マジで？じゃ、とりあえず、ここも気になるよね。とりあえずなんか矢印が出るからさ、なんかイベント起きる場所。え？何これ？え？深淵だわ。